エビのインターチェンジは、宮崎県エビの市にある、九州自動車道のインターチェンジである。八代ジャンクションから、エビのインターチェンジまでの区間は、全長 5km を超える長大トンネルである、肥後トンネルや、格闘トンネルがあることから、危険物積載車両の通行は禁止されている。当該車両は、国道221号、または、南九州西回り自動車道より、 国道268号を経営することになる。海老のジャンクションから鹿児島方面が開通するまでは宮崎自動車道のインターチェンジとして扱われていた。また、料金所施設には宮崎県警察高速道路交通警察隊が併設されている。到底流所停車時は本線車道から一旦降りてランプウェイに入り、料金所手前でバス停流助専用道路に入ることで 両近所を通らず停車できる構造になっており、両方向とも同一の停留所設備を使用する。なお、エビのインターチェンジ前の国道268号上に、宮崎交通のエビのインター前停留所がある。3月24日、実験開始、道の駅が高速道路の立ち寄り施設に、エビのインターチェンジ道の駅、エビの東、その銀インターチェンジ道の駅、彼稲の章。 国土交通省九州地方整備局西日本高速道路株式会社2020年5月3日へ覧高速道路からの一時退出を可能とする賢い料金の実施について国土交通省道路局2020年5月3日へ覧ありがとうございます